フレデリック・ムーア・アビンソンフレデリック・ムーア・アビンソンは、アメリカ合衆国の司法機関、立法機関、行政機関の3部門すべてに勤めた経歴を持つ、同国の政治家である。1924年に、ケンタッキー州ルイザーから、会議員に選出され、立法府に勤め、1945年に、ハリー・トルーマン大統領から、財務長官に任命され、行政府に勤め、 1946年に同じくハリー・トルーマン大統領から最高裁判所長官に任命され司法府に勤めた。ケンタッキー州ローレンス軍の刑務所で誕生した。ビンソンの父親はローレンス軍の刑務官として勤務しており、幼い頃から刑務所内で父親の手伝いをしていた。1908年にケンタッキー市藩学校を卒業し、センター大学に入学した。 そして大学を主席で卒業し、ルイザで弁護士となった。その後、ルイザの試験時に選出された。ビンソンは第一次世界大戦期間中、陸軍に所属した。終戦後、ケンタッキー州第32司法管轄地区の州検事に選出された。1924年、ウィリアム・フィールズのケンタッキー州知事就任に伴って空席となったケンタッキー州第9選挙区の 会議員補欠選挙に立候補し、当選した。民主党から立候補したビンソンは1928年の選挙で敗北するまで二度の再選を果たした。その後1930年から1937年にかけても会議員を務めた。ビンソンが会議員を務めている間、ビンソンはミズーリ州のアメリカ合衆国上院議員、ハリー・トルーマンと知り合い、非常に 親しい仲となった。1950年代初め、大統領に就任していたトルーマンが2期目の大統領選挙に出馬しないことを決めた際、トルーマンはビンソンに次期大統領選挙への出馬を要請した。しかしながら、トルーマンの推薦をビンソンが断ったため、民主党は1952年の大統領選挙にアドレースティーブンソンを出馬させた。 1937年11月26日、ビンソンはフランクリン・ルーズベルト大統領からコロンビア特別区、巡回コース裁判所の裁判官に指名された。彼はこれを受諾し、議員生活に幕を下ろした。1942年3月2日には、最高裁判所長官ハーランストーンから非常事態、裁判所長官に指名され、 1943年5月27日に辞任するまでこの職を務めた。1943年5月27日、ビンソンは経済安定局長官の席に着くため、非常事態裁判所長官の座を退いた。その後1945年3月6日から4月3日までは、アメリカ連邦借款庁長官を4月4日から7月22日までは、 戦時動員採点官局長官を務めた。7月23日、トルーマン大統領から財務長官に任命され、1946年6月23日までその役職に就いた。財務長官としてのビンソンの任務は、第二次世界大戦によって揺らいだアメリカ合衆国の経済を安定させることであり、アメリカ合衆国の財務状態を 戦後の世界情勢に適応させることであった。終戦直前、ビンソンは大規模な戦時交際を募った。第二次世界大戦が終結すると、ビンソンはアメリカ合衆国からの借款のうち最大の借款であった1940年のイギリス借款や同盟国に行った経済支援や武器支援の生産について協議した。また民間投資を促進させるため、1945年の 国税法で減税を行った。1944年のブレトンウッズ会議で合意された国際復興開発銀行と国際通貨基金の設立を指揮し国際復興開発銀行と国際通貨基金の初代議長を務めた。1946年にはトルーマン大統領によって最高裁判所長官に任命され財務長官を辞任した。 1946年4月22日、最高裁判所長官ハーランストーンが休止した。トルーマン大統領は空席となった最高裁判所長官の座に、旧友のビンソンを指名し、ビンソンはこれを受諾した。そして1946年6月24日、彼は最高裁判所長官の就任宣誓を行った。ビンソンが最高裁判所長官に就任したとき、 最高裁判所は大きく二つの派閥に分裂していた。一方は南部出身のヒューゴ・ブラック、もう一方はニューヨーク出身のロバート・ジャクソンであった。互いに会話をしたこともない裁判官もいたが、ビンソンは少なくとも個人的なレベルではこの亀裂を修復することに成功した。ビンソンは最高裁判所長官として77の判決の主文理由と 13の判決の反対意見を執筆した。その反対意見の中で最も注目的なものは1952年6月3日に下されたヤングスタウンシートチューブ社体チャールズ・ソーヤー商務大臣の判決である。この裁判は鉄鋼業界のストライキを回避するためにトリューマン大統領が行使したタフト・ハート・リー法の合憲性を問うものであった。最高裁判所は タフト・ハートリー法の講師は認めたが、同時にタフト・ハートリー法違憲であると判断した。1924年、ビンソンはケンタッキー州アシュランド出身のロバータ・ディクソンと結婚した。二人の間には、フレデリック・ビンソン・ジュニアとジェームズ・ビンソンの二人の息子が誕生した。1953年9月8日、早朝、ビンソンは心臓発作により急死した。 最高裁判所長官フレデリック・ビンソンの遺体は、ケンタッキー州ルイザのパインヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。